おはようございます。おはようございます。みえちゃん、はい、やってまいりました。はい、はい、ここはあの埼玉県にあります玉川カントリークラブさんでちょっと今日撮影で、まあ、なんと一人で。そうです、一、はい、人で。これは何でかって言いますとですね、うん、絶賛指導中の100キリゴルフ企画の一つで、はいはい、まあ、まずねちょっといきなり100キリするのは難しいと思うんで、まあ、今日はちょっと、まあ、どんなもんかっていうのを前回森ちゃんのレッスンも受けて、はい、まあ、その復習がてら、はい、ちょっと一人で確認しながら、はい、まあ、回っていくのと、まあ、いろいろみゆちゃんのことを聞いて視聴者さんにもこうみゆちゃんのことを少し分かってもらえたらいいなって感じで思ってます。はい、はい、まあ、なんで、まあ、あの前半後半どっちか50切れたらちょっといいよね。いいですか、そんな、うん、そのぐらいの感じでゆるゆるで行きましょう。今日はちょっと頑張って練習してきたんですけれども。あ、本当ですか。はい、あ、じゃあ行けそうかな。わかりました、頑張ります。でも、はい、はい、じゃあそんな感じで、アウトの1番、はい、いきなりちょっとロングなんですけど頑張ります。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。1番ホールパー5、345ヤードです。ちょっと右に出やすいので左に構えてます。これは怖いな、教えてもらったことを。うん、オッケーオッケー、まっすぐ、はい、まっすぐ出てます。ちょっと低かったですけど、でも全然朝一なんで。よかった、距離も出てんじゃないですか、打ち下ろしなんで。当たり的には、まあ、一発まずまずなんじゃないかなと。あ、ほっとした感じです。本当に分かりました。緊張しますよね、一発目は。誰と言ってても撮影ならなおさらです。めちゃめちゃいいとこ、フェアウェイ真ん中ありました。200ちょっと来てるぐらいです。はい、やばいじゃないですか、パー5で2オン、ね、2オン、ね、うー、でも200飛びます。いや、というかウッドがちょっと怖いから。あ、ちょっと手前っすね。さっきウッド練習してなかったしな。いや、いつもだったらもう果敢にウッド行きたいところなんですけど、なんか今日何せ100ギリ。いや、別にそれベスト作るしましょう。別に自由にやってください。自由にやって、はい、でもちょっと守りに入りたくて、というか、うん、ちょっと上手いところをお披露目したくて、ユーティリティでちょっと刻もうと思います。はい、これ練習でも出てなかったのにな。まあ、まあ、現実です、それが。こういう人は上手くならないんですね。いやいや、そんなことないですよ、経験ですよ。残り141ヤードで、またユーティリティで。はい、ちょっとつま先上がり、この間教えてもらったので、お、深く持ってあんまりこう体回さなくていいっていう期間で言います。おお、ちょっと右行っちゃいましたけど。いや、でも距離が出てるから、はい、ちょっと当たったよ。いいじゃないですか。てか思ったんですけど、普通にフェアウェイでも当たり前ですけど、つま先上がりとかっていう条件ってあるんですね。ああ、そうだよね、気にするとやっぱちょっとなんかこうついてるよね。ね、本当ですね。なんか左右どっちかに触れた時にしかつま先上がりとか発生しないのかと思ってましたけど、まあ、それよりも森ちゃんのレッスンを覚えてるのにびっくりした。動画見直すもんね。ちゃんとあれなんですね。もう動画復習してるんですね。本当に頑張ってました。今日は結構いいと思います。60ヤードでピッチング使います。はい、うまい、ナイスです。やりました。やばいじゃないですか。この間練習した時にピッチングのハーフで振るとだいたい50っていうの。はい、へえ、すごい。はい、ちょっと成長してませんか、そういう。頭使ってます、今。頭使ってる、すごい。よかった。ちょっと奥行っちゃいます。うん、まあでもね、打ち上げだったからちょっとその辺はしょうがないかなって感じ。まあちょっと長いけど OK で。 OK で。ありがとうございます。8?5、6、7、7だ、うん、失礼しました。7です。はい、
98ヤード。はい。9番を信じてフルで振ります。前のバンカーに入らないことを祈って。いい。ナイス、ナイスです。やりました。いや私キュー得意なんですよ、こういうのもなんなんですけど、後から後からだな、後出しなのも言うの。いや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 、すごい、ナイスです。ちょっと狙い通りですね。うわ、ちょっと結構復習してきちゃった感じですよね。いや、いやもうめっちゃ見返しました。もう誰よりも再生回数1人で伸ばしてました。いやちょっと長い、さっき強かったんで、はい、とか言いつつ登ってるんで、こうやってカップを見ながら釣りするって教えてもらいました、森大先生。あちょっと丁寧に行き過ぎちゃったような気がするね。丁寧にやり過ぎちゃった。うん、OK です。いやなんかパターを今までずっと感覚でやってきてるんで、いいじゃんその感覚。なかなかあれですね。ふみちゃんナイスボギーでした。ありがとうございます。いやでもいいっすね。まあちょっとねパターはあれだった、でも次もなんかショートでしたね。本当ですね、さっきのいい感覚を1打目の覚えてるはずなのでもう一回そうですね、みえちゃんゴルフは月どのくらい行かれてるんですか。冬になって途端に月に1回行くとか。あ、でもそれでも行けてるんですね。一応行ってます。行けてる時は月で 3,4 回行けてるってこと。そうですね、 3,4 回。あ、じゃあ結構行ってる方っすね。結構行って一応行ってはいます。でもやっぱムラがありますね。なんかこう誘ってくれる時とかはこう結構行けるんですけど、なかなか周りにゴルフやってる友達とかも少なくて、まだ、もう行く人が結構限られちゃっててっていう、なかなかタイミングが合わなくて、ゴルフ以外は何か趣味ってあるんですか。今もうゴルフほとんどですけど、あと冬だったらスノボをやります。2月スノボ行く予定あります。僕はダメですね、ウィンタースポーツは。そうなんですか。マジ怖いっす。怖い怖い。あのスキーで昔あの船橋にザウスっていうなんか人工の滑るとこがあったんですよ、そこに行った時に壁に僕衝突したんですよ、そっから見たかった。そこからで、衝突して下まで降りていって突っ込んだんですよね、集団に。すごい。そうで、幸い誰も怪我もなかったんであれだったんですけど、でそこから僕はもう無理ってなって、ずっと友達が終わるまでカレーとホットコーヒーを食べて待ってるっていうあの状態で、あとスケートは引かれたことあって、こけて、やっぱそれもこけたんです。いやいやいや、こけたんですけど、指引かれてちょっとね、で、それは本当パクリ、あのダメですね、禁止です、ね、あのね、運動音痴なんですよ。でもゴルフすごい。いやだからゴルフは、まあ、自分のペースで やれるし、ね、確かにそうですね。そう。いや私はなんか他のスポーツはなんかそれなりに人並みにこうできるのが特徴なんですけど、ゴルフばっかりはもう全然上達しないです。難しいです、根気が必要ですね、他のスポーツ。確かにね、なかなかちょっとすぐなんかこう身につく感じじゃないですもんね、ゴルフって。はい、本当に逆に多分運動ができちゃう人にとってはそういう風に感じるのかもしれないですね。僕なんかは逆に他のスポーツよりも人と競わないし、はいはい、あ、そっかそっか、個人競技です。痛くないし、確かに壁にぶつかることないし、びっくりすることないんで、あのやりやすいなって思います。ちゃんと乗せないと。確かにバンカーこそないけど乗せないと大変な。そうですね、ここも、ピンまで97ヤードで、先ほどと同じように9番使ってフルで。ダメじゃない。え、さっき90やっとだったじゃん。ってことは8。うんうんうん。ダメじゃん。え、私番手
上げたからってそういうわけじゃないんだけど、まあでもやってみますもん。まあでも頑張った方だと思います、はい、ちょっと右またまだまだ行っちゃいますけど、ね、でもちょっとね番手が上がるとちょっと難しくなってくる。ちなみに鉢初めて使いました。あそうそう、ゆくゆくはね、その辺も打てるようにならないとちょっとって感じだよね。そうですね、でも全然良かったと思う。良かったです、うん、なんとなくなところに落ちましたね。良かった良かった。グリーン周りなので56度でふわっとしたボールでコロッと転がって、はいを狙ってます。はい、はい、そっち行っちゃったか、開いちゃいましたかね。で難しいは難しいと思うんだよね、あの今もここ、うん、そういうなりやすそうなとこだと思う。全然うん、じゃあ OK です。はい、みゆちゃん、あの前半3ホール、はい、終わってダボボギー。そうでした、ダボ。はい、でもまあいいんじゃないですか。なんかちょっとこうパターがちょっとなんか調子悪いかなって感じはするんですけど、 でもショットは大きい方だ。なんかこうやっちまったみたいなないじゃん。そうですね、うん、まだまだなんとなくのところで収まれているかなと。うん、難しいというか今まであんまり考えて打ってないので、うん、こう調整の仕方が難しいですね。森先生がいるんでちゃんと見といてくださいね。お願いします先生。お願いします。見てくださいね。お忙しいと思いますが。でもその時森先生に教えてもらった時はちょうどなんかパターがなんかピカピカピカって光った時で、なんかあんまりそうだね、感覚でいける感覚でいけるっていう、なんかそんなような感じだったのね。フィーリングだとかね、そんな感じだったんで、ちょっとここでパターつまずいちゃったんでまた教えてもらいたいですね。なんかどうやったら合わせれるのかっていうのが。そうですね、あのラウンドレッスンちょっと次考えてるんで。あ、本当ですか。嬉しい。今日ちょっとやって見てもらってっていう感じで。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ次は、次がミドルでした。ミドル、はい、はい。